日々思うことを語る今日の一言今日稽古していてつくづく思ったのはあのお稽古っていうのは、えー、普段そのいわゆる手順を、えー、お教えして、えー、そしてその筋道を分かっていただくとこういう稽古ともう一つ、えー、舞台の上演に向けての稽古これが2、えー、つあると私は思うんですね。 で、通常の筋道をお話しする稽古っていうのは、やっぱりその方がその踊りをちゃんと分かっていただく。そして、なおかつその方がお匠さんの場合は、その踊りをお弟子さんにちゃんと伝えられるようにすると。これが第一の目的。で、舞台で上演する場合は、その方が踊る、その踊りが、 一番見栄えよく一番お客様に分かっていただけるような形で上演できるというのを第一の目的にする。ということはどういうことかというと普段のおことと当然微妙に違うところが出てくるんですねやっぱりその方々に合わせていやこれだったらこういうふうにこれはなさった方がいいですよとかっていうことがやっぱりあるんですね。 でそこの区別というのは私はちゃんとしないといけないなと思って稽古をしています。ではまた。